岸田政権が起爆剤としてね、水際対策緩和で、まあ、インバウンド消費を5兆円っていうのを目標に掲げてるんですけど、これって要は2019年、インバウンド消費がマックスになった時が 4.8 兆円だったので、まあ、そこが多分基準になってると思うんですね。ただ、その 4.8 兆円いった時のインバウンド消費の内訳見ると、4割が中国人の消費なので、それを考えるとですね、やっぱりその中国人がインバウンドでこう、来やすい状況にならないとですね、インバウンド消費5兆って難しいのかなと。4.8 兆まで行ったんですね。そうです。2019年、3100万人超えて、4.8 兆ですね。ただそのうち人数で言うと3割、金額だと4割が中国人でしたから、やっぱりその中国人が入ってこないと、なかなかインバウンド的には、なかなか厳しいですね。うん、そうです。その分、国内の旅行、国内のですね、日本人の旅行が今、円安で逆に海外に行きにくいってことで、逆に国内にシフトしたりとか。あと、例えば、私も先週沖縄行ってきたんですけど、まあ、沖縄では、これまで学校が海外旅行を修学旅行にしていたようなところが、海外行けないってことで、結構沖縄で修学旅行が増えてるらしくてですね。まあ、そういった意味では、沖縄はインバウンド入ってこなくても、もう、インバウンド前と同じぐらい戻ってるみたいな話をしてましたね。へ、そうなんですね。ね、いや、中国人来たら、やばいんじゃないですか、これ。キャパ的な部分で考えても、果たしてそのね、需要をさばけるかっていうところはちょっとありますね。中国のゼロコロナ政策を具体的に緩和するっていう方針を打ち出しそうな感じになってますけど、はいはい。でもやっぱり中国人って今までゼロコロナで、まあ集団免疫的なものが全然できてない人もいますから、まあそうなると、例えば来年の冬から春にかけて、例えば国内で感染がわーって広がっちゃったりするとですね、春節でも厳しい可能性もあるので。いや、僕はもう無視することに決めるんだと思うんですけど。あ、ですか。あ、まあ、子孫共産党一党独裁の、まあ、いいところでもあり、はい、悪いところでもあるんですけど、はいはいはい、もう別になかったことにしますよっていう可能性もありますよね。あ、で、実際僕、これ、はい、コロナに限らず、今実は日本でもそういう状況起きていて、コロナじゃない風邪が今すげえ流行って、はい、非コロナ性の風邪が割と悪化する人が多いんですよ。っていうのは、コロナ対策で過剰にみんな感染対策してるでしょ。あ、はいはい。あ、免疫とかその辺ですか。そう。それがちょっともう今緩んできちゃってるんで、はい、この間初めて喉痛くなりましたもんね。ここ3年で。コロナ以降で。はい。本当にそうです。いや、だから、いや、何が言いたいかって、なかったことにしましょうねっていうしかないのかなっていう。新型コロナをすごく特別でたけど、はい、耐えたことないっしょっていう。まあ確かに経済状況を考えるとやっぱり中国で相当今厳しくてですね。まあそういう面で考えてもですね、コロナに対する不満だけではなくて、経済状況的な不満も多分相当あると思うんで、そういった意味では、そこの圧力に負けて、まあそういう方向性に可能性はまあもちろんあるかなと。いや、なので、中国のインバウンドが回復してくると、とんでもないことになるなと思ってるし、まあ、5兆円だったのが、経済規模的には、まあ、20兆とか、それぐらいになってもおかしくない。政府としては、そのインバウンド政策をもうちょっとこう、パワーアップするというか、そういったことをやっていった方がいいってことですよね。まあ、そうですね。そこの部分は。やっぱちょっと足りないなと思ってるのは、海外ずっと行けなかったんで、日本全国回ってたんですよ。そうするとやっぱ日本の観光資源っていうのはものすごいなと思いました、はい、どこ行っても美味しい食べ物とか歴史があったりとか、その大体1500年以上の歴史あるじゃないですか、日本の全国どこ行っても、はいはい、うん、アメリカ行ったらそういうのないですからね、ええ、食べ物のやっぱ質が全然違いますよ。